陸上男子110メートル障害で昨年の世界選手権5位入賞の泉谷俊介、住友電工は13秒32の3組3着で初の決勝進出とはならなかった。神奈川、武装高で泉谷を指導したの田中紀隆さん、61が、泉谷の強さや成長の要因、高校時代の素顔を語った。取材、構成イコール手島理子。 圧倒的なバネと器用さを持ち合わせる泉谷は1年時は跳躍、2年次から本格的にハッシュ競技を始めた。陸上への思いが一層強くなったのは、優勝を目指した同年のインターハイで14位に沈んだことだった。田中さんは、試合が終わってから夜ご飯を食べに行き、食べながら涙ぐみながら、どうしたら強くなれますかと言われ、練習しかないねと話しました。 競技を始めて数ヶ月にもかかわらず、神奈川県大会3位、南関東大会3位で全国へ。本人が言うには、その時、先生に、自信とおごりは違うと言われた、と。泉谷にはその言葉が強く刺さった。当時、野菜を全く食べず、主食はお菓子やパン。それは、2年時のインターハイ試合当日の朝も。これから4種目やるのにと田中さんは振り返る。 その敗戦から食事改善にも努めた。家庭での食事は苦手だった野菜を克服。タンパク質摂取も心がけたことで細かった体はパンプアップ。3年時のインターハイはハッシュ競技優勝。3段飛びでも3位に入った。食事に気をつける習慣は今でも続いている。年に1回は一緒に食事する機会があるというがビューフェに連れて行けば、 肉と魚やサラダもバランスよく食べるようになりました。食べる量も増えていたといい、昨年末は高3時にハッシュで泉谷に次ぐ2位だった同期の原口林を連れてしゃぶしゃぶに行った際、二人で何人前食べたのか考えないようにしていましたと笑うほど食べていたという。恩師の言葉に刺激を受け、ルーチンを継続してきた泉谷。パリ五輪の悔しさがさらなる成長のきっかけになる。